神戸市交通局900系電車は、神戸市交通局がかつて所有していた神戸市電の路面電車車両である。900型は先に登場していた800系のゾービー車として、1947年から1949年にかけて製造された。当初は戦前からの伝統を受け継ぎ局工場での製造を検討していたが、 戦災復興がまだ完全ではなかったことから見送られ、木並み車両などで合計46両が製造された。800型との違いは、乗降用扉が自動化された程度で、ほとんど同じ車体である。やがて中扉は使用されなくなり、922から946については、1960年から1962年にかけて中扉を撤去して窓を新設し、 車内の座席も延長するなどの工事を受け、前後に扉車となった。ただし残りの車両には実施されず、特徴ある4枚寄り道をそのまま残した車両や、扉に似た板を車体にはめ込んだだけで、車内座席も延長せずにした車両など様々であった。なお、後に911のみ、自己復旧の際に922から946と同様の改造が行われた。 800系、同様、1969年から廃車が始まり、1970年3月の山手、上沢、妻の各線の廃止時に、944のみを残して、廃車された。944は1971年3月の市電全廃まで残され、他の車両と共に廃車された。945の車体のみ、現在も自治会施設として使用されている。 朝日新聞社、日本の路面電車所言表、世界の鉄道昭和39年版、1963年、168から169ページ。名取則り編集長啓白神戸市電の保存者たち。猫パブリッシング。2017年6月25日閲覧。ありがとうございます。